福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。福神チャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、電車の車両基地に来ています。いつもね、バイクや車とはちょっと違うんですけど、とっても貴重な体験をしてきましたので、動画にしてみました。いいんですか？動画の前半では、車両基地の、後半では石灰の積み込みや排出作業の様子などもご紹介していきたいと思います。めったに見れない貴重な映像ですので、ぜひ最後までご覧ください。ここはですね、岩手開発鉄道という岩手県大船渡市にある鉄道会社の車庫です。正面に今見えているのが、DD56 型というですね、この青いディーゼル機関車なんですけども、こちらの会社はですね、以前は、客車もやっていたんですけども、現在はね、鉱山からね、地元のセメント工場まで石灰石を運ぶのを主な仕事としています。で、現在ね、この4両の青い DD56 というですね、この車両を、運行しています。はい、で、では運転台に上がってみます。あ、いいんですか？やった。私ね、はい、貨物列車のこう運転席みたいなのに乗るのは、初めてなんですね。あれ、どっちが運転席なんですか？にで、びっくりしたのが、運転席ってこう横向きについてるです。でな、こんな感じで、これがブレーキ、自動ブレーキ、これが単独ブレーキ、でこれが逆転機、前後ろ、でこれが変速地で、直結変速、自転車でいうフロントギアに大きなのが2つ段なみたいな感じのイメージ。どっちに進むんですか？どっちでも、この状態。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。前向いて、こうやって前向いて座ってるわけじゃないんですね。私もね、せっかくなので、運転台に座らせてもらいました。触らない方がいいですね。はい、続いてですね、作業工より車両の下回りを見ていきたいと思います。もちろんね、初めて貨物列車の下を見たんですけど、大きなね、デファレンシャルが非常に特徴的ですね。ボディもやっぱり強靭な鉄骨でできています。車重がなんと56トンということだったので、もうすごい重いんですよね。これなんだろう、これオイルパンかな。で、この作業用の、通路なんですけども、すっごい狭くてね、この出る時にね、バンパーに頭をぶつけてしまいました。はい、こちらが工場ですね。この車両なんですけど、現在は部品がもう作られていないということで、自社の工場で全ての部品を生産しているということでした。はい、こちらがですね、奥に入っているメンテナンス中の車両ですね。
こちらの会社では4両の機関車を運用していますけども、運行しているのは3両で、1両はね、必ず1年間かけてしっかりとメンテナンスされているということです。で、これターボチャージャーですね。この大きいアンモナイトみたいなやつですね。この下級機によってですね、1個600馬力、2個で1200馬力、3万cc のエンジンを回しているんですね。はい、ここはラジエーターが入っている部屋です。で、これが、この機関車の車軸になっています。外されている車両、車輪とね、デファレンシャルですね。私たちが乗っている自動車に比べると、10倍以上の、ね、大きさになっていますね。で、画面右下にあるのが圧縮空気を作るためのシリンダーということです。これすらね、一般の自動車のエンジン並みの大きさですね。はい、この円柱状の機械はですね、日本ではここにしかない、車輪の表面を削る機械だそうです。非常にね、貴重なもので、この大きさのものはね、はい、SL の車輪も削ることができるんですよ。減ってきて、角が立つ。はい、そうすると、ちょっとした衝撃で、はい、レールのを乗り越えて脱線したりする。そういうのを防ぐために。ここの R とかも決まってて、で、限度があって、これ以上行ったら、もう、はい、線路削り直せる。これが削りカス。カスといっても重量も厚みも結構あります。この宇宙船のね、ドッキング部分のようなデザイン。これがこの車両のピストンになります。エンジンの部品ですね。車より大きい。そしてこちらが、外したエンジンですね。このグリーンのエンジンですね。で、上から見るとね、6個シリンダーがあることが分かります。直列6気筒3万 cc です。1個あたり。こちら、右左に分かれているグレーの機械が、車両を持ち上げてですね、ボディと、下の台車とを分ける機材になります。続いて貨車の方も見ていきましょう。こちらの編成では呼気100型という石灰石を運搬する貨車を50両運行しています。1編成あたり18両の貨車を機関車で引っ張っています。その貨車のこれは台座になりますね。この日は2人の整備士によってメンテナンスが行われていました。これが使われている工具、大きさもかなり大きいですね。これは製造台車が車両に搭載されている状態です。真ん中今指差して教えてもらっているのがエアシリンダーで動くブレーキ。こちらで車両にブレーキをかけていきます。もう剥き出しについてるもんなんです。はい、こちらの歯車はですね、石灰石、積んだ石灰石をプラントで下ろすための、さっき見たモーターが回転して、これが回ることによって、貨車の、ね、下側がこうパカッと開いて、積んだ石灰石をですね、下側にバラ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 っと下ろすことができるようなシステムになっています。には電気で動くんですが、でも開けれる上のレバー、万が一に備えてハンドルがついていて、くるくる回す、手動でもね、動かすことができる二重体制ですね。上から覗いてみます。こういう三角形のおにぎり型になっていて、下が開くシステムですね。車両を連結する際にこうやってエアホースをつないで、各車両でブレーキが効くようにするそうです。実際に走っている姿をご覧いただきましょう。こちらは高木駅、JR 線の関越鉄道、そして開発鉄道の3社が乗り入れをしている駅となります。こちらの駅では5つの路線をですね、岩手開発鉄道が使用しています。お邪魔します。はい、そちらの指令室に入らせていただくことができました。この時間帯は、2編成が運行中ということでした。俺の部屋とはエアコン願ったのか。はい、でこちらがコントロールパネルで、現在での駅の中の電車の位置とかね、切り替えなんかを見ることができるパネルになっているそうです。今これから赤崎に向かってくる、それを今
場所が変わって石灰石の積み込みの様子を見にやってきました。左に見えるプラントの上部に採掘場から運ばれてきた石灰石が詰められています。ベルトコンベヤーで運ばれてくるんですね。ここまではで18両編成の車両を、9両ずつですねプラントに押し込んで、石灰石を上からこうダーッと流して積んでいくっていうシステムになっています。ここで一旦停車、9両ずつ入れていきます。轟音とともに上から石灰石が降ってきて貨車にこうどんどん積まれていきます。すべての石灰石を積み込みが終わると機関車は車列の反対側へと、移動していきます。上から見るとねおもちゃみたいですね。反対側に、連結された機関車は今度は押す方向によってプラントからですね、貨車を押し出していきます。今回ですねドローンでちょっと撮っているのでこの場面の音声がちょっとないので、残念ですけどもご了承ください。もちろんね、特別な許可を取って、撮影をしております。普段ね、こういうところでドローンを飛ばすことはできませんので、真似しないようにご注意ください。貨車1個でダンプ3台分、大型ダンプ3台分の石灰石が積んでいます。18両なので、単純にダンプ50杯分以上のですね、石灰石を一度に運ぶことができます。押し出す形で出てきた、機関車と貨車ですね。このまま、動画奥の方の森の中に消えていきますが、そこでスイッチバックをしてですね、一番右の車線を、手前の方に向かって帰ってきます。ここがですね、岩手石橋という岩手開発鉄道の終着駅となっているんです。昔はね、客車がここまで走ってきていました。通学のね、学生さん何度か利用していきました。はい。で、列車はこのまま、大船渡にありますセメント工場へと石灰石を持って進んでいきます。列車を先回りして終着地でもあるセメント工場の荷卸しのプラントにやってみました。貨車がこのレールの上に乗ってですね蓋を開けることによって下の穴へと石灰が落下する仕組みになっています。落下した石灰はベルトコンベヤーでセメント工場の構内にね運ばれていきます。貨物列車やってきました。まずはね頭から入って前9両分貨車9両分石灰石をプラントに下ろしていきます。下の扉が電動のモーターによって開いて石灰石を下げていかないと石灰石がかかるでしょうか。かなりの轟音を響かせながら穴に落ちていきます。先頭9両分の石灰を下ろし終わると機関車が切り離されて一旦こちらに戻ってきます。こちらの車両は53番車になりますね。はい、スイッチバックをしてですね、貨物列車が今度はバックで戻ってきました。
方と、の方に、連結し直してですね、今度は、押す形になります。よし、貨車を押しながらですね、残り、9両分をですね、またプラントへと仕込んでいきます。行ったり来たりと機関車は大忙し、とっても働き者ですね。船外石はまるで味地獄のようにですね、プラントの奥下へと吸い込まれていきます。この後ベルトコンベヤーで工場の方まで運ばれていきます。今回は岩手開発鉄道の工場の中、そして石灰石の運搬積み下ろしの様子をお届けしました。なかなか見ることのない貨物列車のルーティンを見ることができて、大変な貴重な体験ができました。ご案内いただきました岩手開発鉄道の皆さん、ありがとうございました。